ください。いつもマルゲンの YouTube チャンネルをご視聴していただきありがとうございます。ありがとうございます。はい、G450D、はい、販売開始というか、まあ、納車とか、はい、公式発表もありまして、はい、まあ、今、どんどん納車されてきてると、うん、そうですね、だいぶ多くなってきましたね。そうですね、はい、で、まあ、今回僕、うんうん、まあ、初めてこういうマイナーチェンジの場にいたんですね、はい。あれ、そうだっけ？あ、そうですね。そうだっけ？はい、一応 YouTube 始めたのが4年半ぐらい前で、はいはいはい、もうその、うん、始めた時には 350D 多分出始めか2019年の1月から2019年からなので、350D は出始めですね。そうですね、はい、で、まあ、450D 毎年初めて、うん、僕がちょっと現場にいて、はい、あ、こういう感じなんだなっていう新しいモデルが出るっていうのは、はい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 、で、うん、旧型から新型って大きく変わったじゃないですか。そうですね。で、その時のこのヨジッちゃん、はい、うん、その時から好きですよね、G クラス。もちろん。好きですよ、ね。はい。まあ、その変わった時の心境というか、はい。変わった時の心境。どうだったか。初めて、まあ、最初63が出ましたよね。うんうん、はい。で、まあ、その後 G350D がもう出て、うんうん、はい。まあ、どんな印象を。ことなんですけど、すごい驚きだったんじゃないかなと思って。いや、そんなにすごい驚いてはないですよ。そうですか。そんなにすごい驚いてはないですね。あー、でも振り返ってみると、あー、ゲレンデもいよいよマイナーチェンジか、うん、っていうふうに思った記憶はありますね。ディーゼル D と 350D から新型の 350D になって、はいはい、ガラッと変わってしまいますか。はい、第一印象どうでした。いや、ガラッと実際変わったんですけど、ただ見た目的にはそんなに僕やっぱり変わってないなっていう、はい、だからガラッと変わった感はそんなになかったっていうのが正直なところですね、はい。まあ、確かに見た目的に、まあ、少し丸みを帯びて、うん、あのボディサイズも大きくなってとか、実際蓋を開けてみるといろいろ変更点はもちろんあるんですけど、うん、こうパッと見た時、あ、ゲレンデだなって、うん、やっぱ思ったんで、何かそう、なんか大きく変わったなっていうのは、うん、見た目は正直あんまり変わ、あれですね、なかった感じですね。私、はい、フルモデルチェンジというではなくて、うん、ビッグマイナーチェンジでした。そうですね、はい、なるほど。まあ、昔ながらのその G クラスの味も残っていたっていう、うん、そうですね、もうこう、うん、見た時に、あ、やっぱゲレンデだな、どこが変わったのかな、あ、この辺かっていう感じなんで、はい、見た目はそういうような感じ。見た目そういう感じでしたね。初めて乗った時、はい、どうでした。乗った時はそこで初めてガラッと変わったなっていう印象を受けましたね。なるほど、はい。どういったところが一番変わったな。そうですね、まあ、分かりやすく言うと乗りやすくなった。乗りやすくなった。前まではちょっと乗りにくかった、まあ、乗りにくいですよね。やっぱり軍用車でもともと設計されてて、うん、まあ、いわゆるこう乗用車ではないですよ、もともとが。そういったなんかこう乗用車的な乗り味って旧型って全くなかったので、独特の乗り味だったなって思うんですけど、新型乗った時にすごい乗りやすくなったな、こう乗用車になったなっていう感覚がそこで覚えたので、なので運転してみたらそこで初めてすごいガラッと変わったなっていう感じがしますね。でも今その G350D は廃盤となってしまいましたけれども、この G350D の良さ、うんうん、今改めてどこを感じますか。 G350D の良さ、新型ですよね。新型です。まあ、僕は、一番思うのはやっぱりリセール的に見てやっぱり最強かなと思ってます。リセール的に、はい、もともと出始めの350の時って大体乗り出し1300万円台だったんですよ、はい。で今ね、今もう5年とか経ってて、走行距離もう 4、5万キロ走ってても、中古車市場の販売価格で見てもまだ1500万円前後をずっとキープしてるので、うん、はい、それだけ経って走っても、うん、まだ新車価格以上の値段がついてるって、うん、ね、すごくないですか。それだけ、うん、まあ、数万キロ乗ってたとしても、うんうん、その1500万円近く価値のあるものっていう、はい、そうなんですよ。で、当然、それぐらいの値段でずっと来てるので、まあもちろんそれを売却されるっていう時も、やっぱりそれなりの査定額ってついてくるじゃないですか。うん、なのでリセール最強だなっていうところですね。うん、で、プラスでちょっとお話しすると、じゃあその新型の G クラス、新型の G350D も、やっぱりどんどん下がっていくんじゃないかっていうふうに思われると思うんですけど、当然車って下がっていくものがまず普通なので、まあ大なり小なり下がっていくのはあるんですけど、ただ
新型の G350D の後ろには旧型の G350D が控えてるんですよ。で、旧型の G350D ってここもうどうですか、5年とか見てみても相場ほとんど変わってないんですよ。なので極端に言うと乗らずに取っておいたとしても1年で価値ってそんなに下がってないんですよね。なのでもう圧倒的に他の他社と比べると、下がり幅がもう少ないんですよ。なので新型の G350D がじゃあ旧型の G350D と同じ価格になるかって、まずそれはないんじゃないですか。もともと新車価格も違いますし、それよりか絶対高いん、旧型より高いんで、なのでもうそこが安定してるんですよね。だからもう崩れるとすると新型の G350D だけ崩れるっていうことはまずなくて、旧型の G350D でどんどん遡っていくと旧型の G500 とか、そういったところが下がらない限りここは下がらないんですよ。なので神話なんですよね、リセール最強神話神話はい。ああなるほど、まあ、いろんなもう各年代の G クラスがそこで構えてるわけですね、うん、そうなんですよ。で、まあ、G クラスってやっぱりこう世界的に見てもこう需要がある車ですから、まあ、それ以下で下がることって まずないんじゃないかな、例えばもうある程度もう年数経って、まあ、20年30年経った G クラスですともう下がりきったらあと上がっていくっていうことになっていくんで、やっぱりそういったところはリセール、あの G クラスの良さの一つかなって思いますね、はい。まあ、今その新型の G350D、底値に当たる部分だとどのぐらいになりそうですか、うん、底値に当たる部分ですと、うん、まあ多分5万キロ超えてて、まあ1000、それでもどうかな、1400万円近いとはなるんじゃないかなと。あ、それは販売ですね。はい、旧型だともう、うん、まあ、800万円ぐらいとかですか、350。旧型最近見てないんであれですけどね、うん、まあ、それぐらいは全然つきますよね。多分800、900とか、それぐらいは、まあ、状態になるともうちょっと高いと思います。そうですね、はい。まあ、そうすると、まあ、1000万割れることってなかなか考えにくい。なかなかないと思いますし、すごいですね、はい。まあ、G350 の良さ、一つがまあリセールの。リセールですね、はい。他に何かあったりしますか、リセール。そうですね、まあ、見た目的に僕やっぱり、まあ、大体この G350 って3点オプションがついてるも、うん、あのものが多いんで、例えばシートのレッドステッチであったり、はい、レッドシートベルト、やっぱりこれ僕内装のデザイン、好き嫌い好み分かれるとは思うんですけど、僕は結構好きなので、 350D って、まあ、400D と違ってその付けれるオプションってもうその3点ぐらいなので、うん、なのでなんていうんですかね、 350D の中でもフルオプションなんですよ、うん、なのでなんかこう気持ち的に、例えば400D でマヌファクタープログラムが付けれるけど付いてないだとフルオプションではないじゃないですか、うん、なんかちょっと気持ち的にフルオプションの方のがなんかこう、はい、なんていうんですかね、そうですね、確かに、なんかなんていうんだろう、この中古車もし買うっていう立場になった時に、うん、やっぱオプションなんか付いてた方がやっぱり、うん、嬉しいじゃないですか。後で後悔はしなさそうですね。後で後悔しないんで。なので、350D は泣いても笑っても3点オプションのみっていうはい、はい、ところになるんで、うん、まあこう、いろんなそんな選ぶ選択肢が逆にないので、うん、やっぱりこう、結構僕とかって優柔不断なんで、はい、選択自分でするのが苦手な方とかも、やっぱり350っていいんじゃないかなって思いますね。うん、外装からも大体限られてますし、うん、350D 買うかどうかっていうだけの、はい、だけで、はい、いいかなと思いますね、はい、選べる楽しさは 400D のが当然あるんですけど、逆に選択肢がありすぎて困っちゃうっていう、ね、そういったとこもあるかなと思うので、はい、確かにレッドステッチ、レッドシートベルト、うん、C クラスかっこいいですよね、はい、わかりました、はい。でまあ、ここまでちょっと G350 の話してきたんですけども、うんうん、今ちょうど販売してるんですよね。販売してますよ。ちょっと、あれですけれども。はい、あれなんですか。カメラマン君、もしかして、これは、あれですね。350D を、に繋げようとして、この話を。そうですね。せっかく、うん、いいお値段というか、まあそうですね。G350D 入っているので、はい、まあ、皆様に届けたいなと思いまして、はい、まあ、ちょっとりょじっちゃんのエピソードも踏まえて、うん、ちょっと改めて紹介したいなと思ったので。なるほどですね、はい、じゃあさせていただきます、はい。まあ、本当に今当店でちょうど G350D 入荷して
販売中なので、でしかもその 350D めちゃくちゃ状態いいんですよ、うん、すごい綺麗ですし、内装評価なんかももうこの年式ではまずつかない A点 A ですね、はい、ABCD の A がつくぐらいなので、もう間違いなく状態はいい1台になってます、うん、でしかも販売価格で3万キロ台で1500万円切ってますので、めちゃくちゃね、そうおすすめ、うん、そうなんですよ、させてもらいたいと思いますんで、しかも、うん、残りの販売期間もわずかという、うん、そうですね、もう間もなく業者オークションの方にね、この後出す、出品になりますので、はい、それまでにですね、そうですね、はい、お問い合わせいただければと思います。はい、ということで今日の動画は以上になります。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。買取査定のご依頼は概要欄にある買取査定フォームよりお願いします。 G クラス販売情報は YouTube コミュニティ、 Instagram、 Twitter にて随時ご案内しております。 G クラスグッズはオンラインショップにて販売しております。随時商品を更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。